恋する体づくり。はい、ボディメイクトレーナーのマリです。さあ、今日のちょこっとボディメイクは二の腕痩せをやっていきましょう。もう暖かくなってノースリーブ半袖、薄着の季節がやってきました。気になるパーツ結構ナンバーワンに上るのが二の腕なので、ぜひぜひ一緒にやってみましょう。早速、手首を90度ぐらいしたら、ギュッとですね、ジャムの蓋をつかむ感じで指先に力を入れておきます。こんなコの字型にして、で肘をまっすぐにして脇締めて少し後ろに引いておきます。でこれを内側にひねっていきます。いきます。小指の方にぐーっとひねって、ジャムの蓋をこれ開ける方向、閉める方向ぐーっと握って回すイメージです。で小指の方に力を入れていって回し切る。よいしょ。急がずにゆっくりと丁寧に、ちょっと10回いってみましょう。1、よいしょ、絞り切る。2、こっち向いた方がいい。はい、いかがだったでしょうか。二の腕効きましたか。ジャムの蓋をしっかりと握って小指側に回し切る、そしてゆっくりとやる意識でやってみてください。で会社の隙間時間、トイレに立った時とか、あと日常の中のちょこっとした時間にできるので、ぜひぜひやってみてください。で衣装チェンジしてるやんなんですが、私は思い出したんです。自分が二の腕パッツンと太ってしまった時にノースリーブ半袖確かに嫌でした。でもそれ以上にスーツの上のジャケットタイトなやつとか、あと下にね厚着して上に羽織る上着の部分の袖がうっ血しそうなぐらいパッツンってなったこととか、まあシワがね、弾けんばかりのシワが寄った時がすごく嫌だったんです。なのでぜひぜひね、体のラインが見えないような洋服でもふいふいと何事も気にすることなく動かせる、そして着こなせるようなお体作りしていきましょう。チャンネル登録いただいて、一緒にそんな女性らしい体作り楽しんでいけると嬉しいです。ではでは。ふい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 。